はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。この動画は国際交流基金トロント日本文化センターによるオンライン日本語教師研修初めてのウェブサイト作成の、えー、動画作成です。ゆっくり話しますので、日本語の母語話者の方は動画の,作、えー、動画の再生速度を1.5倍か2倍くらいにしてご視聴ください。また、 えー、下にございますが、おっと消えちゃった。えー、っとですね、クレクリエイティブコモンズのライセンスにしていますので、クレジットを入れてくれれば、無断でダ,、えー、ダウンロードしたり、えー、ダウンロードして転載してくださっても構いません。また、今お見せしているこのスライドは、えー、多くのリンクを含んでいます。画面右下のですね、こちらの、えー URL からこのスライドにアクセスできますので、スライドからぜひリンクを開いてみてください。はい。さて、今日の予定はこのようになっております。いつもの通り、えー、今日の目標をご紹介してから、えー、自己紹介の部分で動画作成に関する私のやってきたことをお話しします。そして、なぜ動画を作成することが大切なのか。 を理解するために YouTube の影響力についても簡単にお話ししたいと思います。そして実際に公開されている日本語教師の自己紹介ビデオをお見せいたします。えー、その次の5番目が、えー、今日の本番の動画作成の部分です。そして動画を作った後にその動画を自分のウェブサイトに埋め込むための埋め込みコード。 これをどうやって取得するかもご紹介します。そして、えー、ズームで話し合っていただくことと、ズームの後1週間でやっていただく課題についてもご説明したいと思います。はい。今日の目標は、カメラを使わないで、ごく初歩的な動画の撮影ができるということと、そうして撮影した動画の 埋め込み用のコードを取得することができるというこの2つですさてでは、えー、自己紹介です、はいえー、今日はですね動画の共有に関して自己紹介をさせていただきます、えー、こちらのリンクを開くと、えー、私の個人のチャンネルを見ることができます、えー、YouTube のこのチャンネルは2007年からやっておりまして えー、今のところ、えー、23万回の再生回数になっていまして、チャンネル登録者数は508人となっています。その他にも、えー、海外日本語教育学会とか、えー、国際交流基金ブダペスト日本文化センターの公式チャンネルの運営も行ってきました。 今回は動画の作成といっても特に YouTube での方法をご紹介したいと思います。その前になぜ YouTube なのかというと、やはりプラットフォームとして非常に大きな影響力を持っているからなんです。でこちらのリンクですね。はい。こちらのリンク先は MovieTimes というウェブメディアなんですが、ここでは Google が調査した非常に面白い数字が紹介されています。この Google の調査によると、 えー、YouTube の18歳から34歳へのリーチ率はアメリカの国内で主要メディアとして認識されているケーブルネットワークなどを上回ってほぼ半数にも半、えー、達する48%だそうですまた、えー、美容品スマートフォン自動車を購入した人にその商品を購入した際テレビと YouTube どちらが購買に 影響を与えたかという調査を行ったところ、すべての商品で YouTube がテレビを上回る結果となったそうです。また、興味を持った商品について、さらに情,情報を収集したいときに利用するサイト。これを尋ねましたところ、この結果においても Facebook や、えー、米国で浸透している Tumblr ですね。そういうサイトを抑えて YouTube が一番と。 なったそうです。は,い、では実際にオンラインで日本語を教えている人の自己紹介ビデオをご紹介あのお見せしたいと思います。はい、これは多分今はですね、えー、音声が再生されているんですが。んこんにちは。私はトモコです。あ私は日本教師です 大学で日本語を勉強しました。2016年に日本語教育能力検定試験に合格しています。はい、えー、このような感じになっています。えー、もしかしたら音声がちゃんとあの皆さんに聞こえていないかもしれませんので、えー、ぜひご覧になる方はこのリンク先から、えー、実際の日本語教日本語の先生の紹介ビデオをご覧くださいませ。もう一つはですね、こちらです。 えー、今日実際に動画を作成する方法をご紹介したいのは、えー、今回のこ今こちらにあるようなカメラで自分の顔などを撮影しないでパソコンの画面を見せながら話すタイプの動画ですちょっと見てみますねこれも音を聞いてください はい、これはですね、えー、ご覧のとおりですが、日本語を教えるウェブサイトではなくて、日本語教師になるためのウェブサイトです。をすみません、一個先に行ってしまいました、はいえーとこの。この動画は実際にカメラを使っていませんので、 この動画を作るために必要なことはこれからすべて今日のこの動画でご紹介できるものと思います。はい。これもですね、ぜひあのこちらの、えー、アドレスを皆さん、えー、ブラウザーのアドレスバーに入力して、ぜひご覧いただければと思います。それではここからいよいよ動画作成の方法をご紹介したいと思います。まず最初に、 YouTube l i の、あ、YouTube のライブイベントのページに行きます。こちらですね。これ、リンクをひ、あの、クリックできる人はリンクを開いていただきたいと思いますが、えクリックできない人はこちらの、えー、短縮 URL を、ブラウザのアドレスバーに入力、キーボードで入力してみてください。え、リンクを開くと、このような画面が表示されるものと思います。 皆さんはすでに Google のアカウントはお持ちですが、えー、もし YouTube をご利用になったことがない場合には、もしかしたら最初に YouTube のアカウントを作ってほしいという画面が出るかもしれません。その場合は画面の指示に従ってください。この画面が表示されたら右上の新しいライブイベントを、えー、このボタンをクリックしてみてください。そうすると次にこのような画面が表示されます。 ここではタイトルを入れる必要だけはあります。ただしタイトルは後から変えることもできますので、例えばテストなどだけでも結構です。気をつけなければいけないのは、ただいま限定公開と表示されているこの部分ですね。はい。ここで共有範囲を決めることができます。限定公開というのは、 リンクを知っている人だけがこの動画を見ることができるという意味です。YouTube のおすすめ動画や関連動画として表示されることはありません。また、検索結果のリストにも入りません。この部分を一般公開に変更すると、おすすめ動画、関連動画、検索結果のリストなどに、えー、表示されるようになります。 広報用に YouTube を作るのならもちろん一般公開の方が効果があります。この部分を非公開に変更するとこのチャンネルの管理人以外は見ることができなくなります。ではこのようにタイトルに何らかの文字を入れ右側の配信を開始をクリックしてみましょう。 そうすると次にこのような準備できましたという画面が表示されますのでそのまま OK を押してください。クリックしてください。次に Hangout On Air に参加しようとしていますというメッセージが表示されます。先ほど、えー、共有範囲の設定の部分で非公開にしていればここで OK を押しても 誰もまだその動画を見ることはできませんから心配ありませんでは OK を押してみましょう、はい、え今回はカメラを使わないという設定なのでもしパソコンにカメラを接続していない人がこれをご覧になっているとこのようなカメラを検出できませんでした というメッセージが表示されるかもしれません。自分の顔を撮影したいときはもちろんカメラを接続する必要がありますが、えー、先ほどの日本語教育検定能力試験あ、すみません、日本語教育能力検定試験のえ解説ビデオのように、スライドだけを表示するときは、ここは気にする必要はありません。では、自分のスライドをえ表示するにはどうすればよいでしょうか そのためには画面の左の方にマウスでポインターをこういうふうに持っていきますね。そうすると、えー、画面の左側、左端に出ているアイコンがこのように、えー、このようにアイコンがいくつか表示されます。上から2番目の緑色の四角の中に白い矢印が描かれている、そ,の、えー、そういうアイコンをクリックしてみてください。 そうすると次にこのような画面が表示されますここに2つのタブがありますこことここですねはい。左側こちらは、えー、まあ、英語で Your entire screen と書いてありますねはい、えー。こちらはパソコンの画面に映っているものをそのまま録画するときに使いますこれです慣れないときはこれがおすすめです 慣れてきたらこの右側のアプリケーションウィンドウを選ぶといいです。パワーポイントとか Google スライドでスライドショーを始めてからこの画面に戻ってそのスライドショーを選択すると他の画面で原稿などを見ながらスライドショーだけを録画することができます。この場,この場合もまず初心者の場合は 全画面ですね。your entire screen これをカチッとクリックしてから下のシェアこれをクリックしてみてください。全、えー、画面を選択するとですね、自分が今表示している画面が Hangout の画面の中にさらに表示されますので、このように合わせ鏡のような状態が表示されます。ではここで一番下の緑色の配信を開始これをクリックしてみましょう。 時間がかかることもありますが、普通は数秒でこのような、えー、ブロードキャスティングというメッセージが表示されます。ここで OK を押すと録画が始まります。はい。で、話すべきことを話し終えましたら、一番下の赤いボタンをクリックします。ストップブロードキャストですね。これで録画を終了することができます。その次の画面で、 この赤い受話器のボタンをクリックするとこのハングアウト自体を終了することができますではここからは、えー、録画したビデオを自分のウェブサイトに埋め込むための埋め込みコードの取得について説明しますまず録画したビデオは自分のビデオの一覧から見ることができます自分のビデオの一覧はこの URL から 見ることができます。リンクが開けない人は下にあるこの短い URL をブラウザのアドレスバーに入力してみてください。リンクを開くとこのように自分の動画が一覧になって表示されています。もちろん初めて動画を作った場合は1つしか表示されていないはずです。この動画のこういうタイトルのところではなくてサムネイルという 実際の画面を縮小表示した部分をカチッとクリックしてみてくださいそうするとこのように見慣れた YouTube の画面になりますここで共有ですねもしくはシェアこのボタンをクリックしてみてください、えー、URL というのはこちらにあるものですねこの URL をコピーすると、えー あ,のあ、すみません。この URL はちょっと長いですね。こちらの短い、こちらの方が短くていいです。この青い URL ですね。URL をコピーする場合は、もうすでにこの青,あの青く選択しているので、コントロールキーと C ですね。キーボードの C を押せば、これを、えー、コピーすることができます。しかし、埋め込み用のコードを取得する場合は、この下側にあるこちらですね、エンベッド。 と書いてあります。日本語の場合は埋め込みなどと書いてあるかもしれません。えー、このボタンをクリックします。そうすると次にこのような、えー、場面、画面が現れますのでちょっとここに多分訳がわからないと思いますが呪文のような、えー、意味不明の文字列の部分を選択するんですね。はい。 文字列を選択するとこのように青くなりますからこの状態でコントロールキーキーボードのコントロールキーと C のキーを押しますこれで埋め込み用のコードがコピーできましたからそれを自分のウェブサイトにペーストしてください中身はここにこういう文字です、はい、なお Google サイトを使う場合は埋め込み用のコードは必要なくてえ http という まあ、こちらに表示されているこの URL を、えーうん、入力するだけで動画を埋め込むことができます。私の方からの、えー、本日のコンテンツは以上です。次のズームではいつもと同じように前半と後半に分かれて2つの話し合いを行います。前半では、えー 前ののビデオでの課題についいてて話していただきます。今回は、えー、画像編集が、えー、テーマでした。ですのでカバー写真を選んでその上にタイトルなどの文字を入れることができたか、えー、それについて話し合ってみてください。もしうまくできなかった場合はどんな問題があったのかも共有してください。えー、また、えー、私が、えー、提示しました Google スライド以外の ソフトウェアを使った人はどんなソフトウェアを使ったかも共有してください、はいで。後半はですね、今皆さんがご覧になっているこの動画を見た感想をシェアしてみてください。よくわからないところがあったら何がわからなかったのかグループで話し合ってみてください。もし、えー、動画編集をしたことがある人はどんなツールを使って 動画を作ったのかもシェアしてみてみください。またもしですねこのビデオや他の受講生の話を聞いて不安に思ったことがありましたらそれもシェアしてみてくださいはいズームの話し合いの後ですねまた、えー、別の1週間の課題に取り組んでいただきたいと思います今回の課題は広報用の動画の作成です 言語は英語でもフランス語でも日本語でもいいです。日本語の場合は後で、えー、受講者用に英語やフランス語の字幕を入れることもできます。まあ顔は出した方がですね広報効果は高いと思いますが恥ずかしい人は今日ご紹介したような、えー、プレゼンテーションのみを表示する形でも結構です。それでは Zoom、えー、でお会いできることを楽しみにしております。うん 録画を今終わろうとしていますが、録画の止め方がわかりません。あ、わかりました。はい、これおしまいですね。はい、それではズームでお会いできることを楽しみにしております。